ドラゴンクエストシリーズドラゴンクエスト9星空の守り人ドラゴンクエスト9星空の守り人は2009年7月11日にスクウェアエニックスより発売された Nintendo DS 用ロールプレイイングゲーム概要の項目では主に導入部分のみの説明とする詳細革新部分に関してはゲームシステムの項目以下を参照のこと ドラゴンクエストシリーズの本編第9作品目。開発は、前作、ドラゴンクエストエイトクルと海と大地と呪われし姫君に引き続き、レベル5が担当。キャッチコピーは、そして、僕たちは、天使と呼ばれていた。タイトルロゴには、女神の果実が描かれている。ドラゴンクエスト本編作品で初めて、モープグとして、マルチプレイ要素が導入された作品である。 プラットフォームがテレビの前でプレイする末置き型ゲーム機ではない携帯型ゲーム機であることやマルチプレイ要素の導入を理由に外伝とすることも検討されたが長期的なスケジュールを考慮した結果本作を本編として制作に全力を注ぐこととなった出荷本数は発売から3日後の2009年7月14日時点で300万本 同年9月24日時点で400万本、発売から5ヶ月後となる同年12月21日時点でシリーズ過去最高の415万本を突破した。海外での販売はニンテンドーが担当し、こちらも100万本以上が出荷されている。これにより全世界累計で500万本を超えてシリーズ最高記録となった。発売日を迎える前から東京、渋谷の 渋谷ツタヤの大スクリーン街頭ビジョンで99のカウントダウンが行われ、カウントダウンが0になると同時にレベルアップのファンファーレが鳴り響き発売が開始された。任天堂 d DS 史上最速のスピードで国内販売数300万本を突破するなどの国民的 RPG として社会現象を巻き起こした。 2008年、2009年、2010年、2011年、2014年主人公は天使。天使たちは人間を影から見守り、手助けをして暮らしている。彼らの目的は神様に会うこと。人間たちからの感謝の気持ちである星のオーラが十分に溜まると、世界中の木に女神の果実が実り、神の国へと行けるのだという。ついに星のオーラが溜まり、 女神の果実がなったが、ある事件が発生したことにより、果実は全世界へと散らばり、主人公も地上へと落ちてしまう。旧作から引き継いだシステム、スリーと同様の仲間集め、職業、転職のシステムがある。プレイヤーが名前と戦士や魔法使いなどの職業を設定したキャラクターを作り、主人公を含めた最大4人のパーティーを組んで冒険を行う。 ストーリーを進めることで、キャラクターの職業を転職させることもできる。また、同じく、3にあったパーティーの人数によって1人当たりの獲得経験値が変動する分配方式が採用されているが、本作ではレベルが高いキャラクターほど優先的に経験値が分配されるため、レベルの低いキャラクターを一気にレベルアップさせることが難しくなっている。8と同様のスキルシステムがあり、 スキルを上達させることでステータスが上昇したり戦闘で使える様々な特技を覚える。錬金のシステムもエイトから引き継いでいる。本作固有のシステムが親髪型などをアバターのように設定できる自由度の高いキャラクターメイキングが採用されている。一部を除き戦闘システム、フィールドシステムにはシンボルエンカウント方式を採用している。すなわち、 モンスターはフィールド上に表示されており、それと接触するとモンスターとの戦闘が開始される。クエストと呼ばれる短い冒険が184用意されている。これらは街の人に依頼されて行うもので、これらのクエストは物語本編とは直接関係がないため、本編を気にせず好きな時に楽しむことができる。ただし、一部はストーリークエストといい。 エンディング後の物語を進めるために必要なクエストもある。新たなシステム、宝の地図が登場。地図に描かれた場所を調べることで、そこにある地下ダンジョンを冒険できる。ダンジョンをクリアすると、新たな宝の地図がランダムに生成され、次のダンジョンを楽しめる。宝の地図も物語本編とは無関係なため、好きな時にプレイできる。 これらの宝の地図はすれ違い通信により、他のプレイヤーに渡すことが可能。本作のすれ違い通信は、全国各地に、ルイーダの酒場と名付けられた専用コミュニティスポットが設けられたり、特殊条件のダンジョンをプレイできる通称、まさゆきの地図の発見など、社会現象になった。Wi-Fi 通信を利用することによって、追加のクエストの配信を受けたり、アイテムを、 ゲーム内の通貨で購入できた。このサービスは2014年5月20日で終了している。また、インターネット連動型の企画も行われている。他のプレイヤーのキャラクターを自分の DS の中に呼び込み、一緒に冒険するマルチプレイも可能である。主人公を含めた各パーティーキャラクターは登録の際に性別、体型、髪型、髪の色、顔、肌の色、 目の色名前職業をあらかじめ設定する自分で仲間キャラクターを作れるシステムは3以来、主人公の性別を設定できるのは4以来である。また、全8箇所への装備品によって外見グラフィックが変化し、キャラクターはさながらアバターのようになる。発見した仕草を設定し、コマンドによって行うこともできる。パーティーキャラクターは必ず、 旅芸人などの職業を一つ持っており、職業によって装備できる武具や覚える、呪文、特技などが異なり、キャラクターの性能的な特徴が決定づけられる。主人公の職業は最初は、天使から旅芸人となるが、ルイーダーの酒場で作成するキャラクターが最初につく。職業は前日の通りキャラクター登録の際に決定でき、また、ダーマ神殿にて転職できる。 本作の上級職への転職条件は特定のクエストをクリアすることとなった。A とまでとは大きく異なっている。主要コマンドでは、話すと調べるがなくなり、便利ボタンでのみの操作となったほか、仲間のコマンドが装備と強さに分けられた。これにより、6以降は作戦コマンドの内部コマンドになっていた装備が主要コマンドとして復活。装備と 強さは、画面切り替えが行われるようになるなど、これまでのようにウィンドウを重ねて表示する形式では、なくなっている。戦歴は最初は使用できないが、ゲームを進めると選択可能になる。また、作戦コマンドの内部コマンド、作戦外にて、パーティメンバー各位の配置を、前列か、後列のいずれかに設定するようになった。従来作にあった、並び替えコマンドは本作にはないため、 キャラクターの順番を入れ替えるには、リーダーの酒場で一度仲間を預け、再び呼び出す以外に方法はない。転職システムは、3や6、7とは異なり、転職前のステータスは転職後に影響を及ぼさず、職業一つ一つに、レベルと、ステータスが独立している。呪文は、職業固有となり、他の職業には持ち越せない。呪文は、 レベルアップのみで覚え、特技はレベルアップでは一切覚えない。ただし、主人公のみが覚える呪文、ルーラと特技、応援についてはどの職業についても使用できる。今作では、それぞれの職業でレベル99に達した職業のスキルを維持したまま、再度レベル1からやり直すことができる、転生システムが新たに導入されており、本編クリア後から解禁される。 転職については、最初の転職のみ、職業に応じたアイテムを入手できる。転職や転生は、3、6、7同様、ダーマ神殿にて行う。賢者が悟り、スキルで習得する特技、ダーマの悟りは、場所を問わずに転職ができるというものであるが、この特技では転生はできない。職業一覧基本職ルイーダの酒場における仲間。 キャラクターメイキング時の選択及び、ダーマ神殿において初期に転職できる6つの職。なお、主人公の初期職業は必ず旅芸人である。上級職特定のクエストをクリアすると、転職できるようになる職。スーパースターのみ、本編クリア後に、クエストが解禁される。上級職という名前だが、必ずしも全ての面で対応する。 基本職を上回っているわけではなく、一長一短がある。例えば賢者は、ツリーとは異なり、僧侶や魔法使いの呪文をすべて覚えるわけではない。4人全員が、ひ、さっ、が使えるようになり、なおかつ1ターンで全員で、ひ、さっ、を選択することで発動させられる。パーティーのうち誰かが混乱状態であっても発動できる。発動すると、職業に対応した。 超必殺技と一人の必殺技の中から選択できる。必殺技と同じく、超必殺技も全て MP 消費なしで使用可能。全員が必殺、チャージさえされれば、同じ戦闘であっても何度も使える。また、素早さに関わらず必ず敵より先に行動する。魔法使いか賢者がいる時に使用できる。仲間全員が5ターンの間、消費 MP が0になる。 盗賊か魔法戦士がいるとき使用できる。ゴールドと経験値とお宝を多めに手に入る。その戦闘で得るゴールドと経験値が増加し、8分の3の確率で、通常8分の1の確率で、レアのアイテムドロップが確定する。成功しても、その敵に逃げられるか全滅すると無効になる。また、本編、クエストのボスに関しては無効。舞踏家か。 バトルマスターがいる時に使用できる。仲間全員がスーパーハイテンションになる。50から100になるかはランダムで必ず全員が同じ段階まで上がる。ただし、その時50の味方は必ず100になる。戦士カレンジャーがいる時に使用できる。4人の力を合わせて敵に絶大なダメージを与える。与えるダメージの量は、 味方全員の攻撃力の合計の1.2倍前後。見かわしや縦ガードで回避されることなく必ず命中するが防御している敵に対してはダメージが減る。僧侶力パラディンがいるときに使用できる。味方全員が4ターンの間ダメージを無効化する。いてつく波動や体勢虫の技も無効、かつパラディンガードとは異なり、呪文の反射やカウンターも起こるが、敵が怒り狂うことはない。 旅芸人かスーパースターがいる時に使用できる。敵全体がメタル系の敵に変化する。ボス戦では使えない。前作から採用されたスキルシステムがほぼ同様の形で本作でも実装されており、戦士ならば、剣スキル、槍スキル、探剣スキル、盾スキル、勇敢、僧侶ならば、杖スキル、槍スキル、コンスキル、盾スキル、進行心といった。 各職業によって持っているスキルが5つずつ決められている。レベルアップ時にもらえることのあるスキルポイントを振り分けることによって特技を習得したりステータスが上昇する。今作では13の武器スキル、盾スキル、12の職業の固有のスキル合わせて全26種類が存在する。スキルの効果は転職しても維持される。なお、個別のスキルの最大値は前作。 A と同様、100である。前作から変更された点は、各スキルを育てると習得する技などの一覧があらかじめ表示されていることや、レベルアップ時に入手したスキルポイントを全て消費せずに持ち越し、好きな時にメニューからスキルポイントを割り振ることが可能になったことなどである。また前作は、レベル99まで上げても、 スキルの種を使わない限りすべてのスキルを完成させることは不可能だったが、今作では転職してもスキルポイントを持ち越せることや転職が可能になったことで、すべてのスキルを100まで上げることも比較的良いになった。本作では、器用さ、魅力、回復魔力、攻撃魔力のステータスが初登場している。器用さは、会心の一撃の発生確率や、盗むの成功確率、 先制攻撃や逃亡の成功確率に影響し、魅力は高いと敵が見とれて攻撃してこなくなるといった特徴がある。魅力は6や7のかっこよさと前作、8のゼシカに設定されていた能力を発展させたもの。回復魔力、攻撃魔力は前作までの賢さに相当し、前者は回復魔法の効果、後者は 攻撃魔法と補助魔法の効果に影響する。本作では、所持するアイテムが、装備品と、その他の汎用アイテム、重要アイテムがそれぞれ別枠になっており、移動中の、道具コマンドの持ち物の中に装備品は表示されなく、なった。袋とは別に、装備品袋が存在し、装備していない、装備品はこれに一括管理され、移動中に使用することもできなくなった。また、 装備しないものを道具として持つこともできないため、戦闘中に道具として使える装備品は装備しているもののみに限られる。ただし、武器のみ戦闘中の装備変更が可能で、持っている武器全種類から選択できる。進行上の重要アイテムは大事なものとして管理される。また、取得したアイテムは原則自動的に袋に入れるが、薬草。 毒血相などの回復系の道具については、袋に入れずにパーティメンバーが直接所持する。小さなメダルは、最初はシリーズで多く使われている、特定の枚数に達するとアイテムをもらえる方式を、採用、そのアイテムをすべてもらった後、ファミコン版、4よび、V の、メダルとアイテムを交換する方式に移行する。セントシュタインの街にある宿屋。 立カを含めた5人の女性が店番を行っており、パーティーの編成やネットワーク機能などの利用ができる。キャラクターとしての立カの宿屋スタッフたちについては、主要人物の功を参照のこと。なお、3DS 版、シーの過去作品の冒険の書の世界の一つとして立カの宿屋が登場する。ルイーダから立カに関わるクエストを依頼されるほか、他のクエストのクリアのために訪れることになる。 その後ロクサーヌがスペシャルショッピングを回転する。俯瞰視点による 3D グラフィックを採用。前作と同様に街や村、ダンジョン、それ以外の世界が同じスケールで描かれる。マップの操作性は DS リメイク版 4V と同様で LR ボタンで一定範囲回転させることができるほか、LR ボタンを同時押しすることで標準の方向に戻る。なお、 本作では斜め向きの建物も存在し、これらの内部では入り口の向きや内部が水平、垂直となる方向が標準となる。移動中に宝箱や人など調べたり話したりできるところに触れると様々なアイコンが表示される。街には道具や宿や教会など従来の作品と同様の施設が設置されている。街の外にあるフィールド画面では モンスターのシンボルが点々としており、それと接触すると戦闘画面に映るシンボルエンカウント方式を採用。時間の流れが存在し、昼夕夜の順で変化していく。従来作とは異なり、戦闘中も時間が進む。本作ではフィールドには最初から表示されていないダンジョンも多数存在しており、それらはアイテムとして手に入れる宝の地図にその位置が示されている。 手に入れた宝の地図に示されているフィールド上の場所を調べることでダンジョンが出現する。本作初登場の青い宝箱や壺やタンスから手に入れたアイテムはゲームを一度終了すると復活し何回でも手に入れることができる。なお、それらの中身はランダムで変化する。地面に落ちているアイテムも復活し何回でも獲得できるが、種類は場所によって固定である。 赤い宝箱からは一度しかアイテムを獲得できず、マルチプレイ時は、ホストプレイヤーでない場合は開けることができない。キャラクターは主要キャラ以外、ドット絵で表示されている。演出こそ強化されたものの、あくまで従来作品を踏襲した、コマンド選択式による、ターン戦闘を採用。上画面には戦闘の様子が、下画面には各キャラクターのステータスと、コマンドが表示される。 戦闘の様子は前作と同じく主人公側のパーティーと敵の両方が表示される 3D アニメーションにより表現される選択結果の演出について今作では新たにコマンド入力が完了した時点でコマンドに応じてキャラクターが攻撃対象の背後や横に回り込んだり呪文を使うため遠くに離れるなどカメラワークなどを用いて1ターンごとに アニメーションのような臨場感のある結果が表示される。前作までは並び順が前であるほど敵からの攻撃を受けやすくなっていたが、今作では対列の概念があり、前列、後列の二つを各キャラクターに自由に設定することができる。前列に配置されたキャラクターは敵からの攻撃を受けやすくなり、後列はその逆になる。作戦はテンション溜めろが廃止され、法以来、 久々に、いろいろやろうぜが復活。呪文使う名は、MP 使う名に変更された。なお、リメイク版、ーとは異なり、主人公の性別によって名称が変わることはない。新たな戦闘コマンドとして、必殺が追加された。必殺を使ったキャラクターの職業に応じた、必殺技を発動させることができる。通常では選択できず、ランダムで発生する必殺。 チャージのメッセージが表示された次のターンから使用可能になる。キャラクターが大ダメージを受けたり、特定の装備品を装備することで、必殺チャージは発生しやすくなる。さらに、パーティー内の全てのキャラクターが必殺を使える状態になった場合、全員が必殺を選択することでさらに強力な超必殺技を出すことができるようになる。ただし、 必殺技を出さないまま一定のターン数が経過すると、コマンドの色が変化していき、最終的には使えなくなってしまう。今作ではコンボによるダメージボーナスがあり、1ターン内で同じ対象かつ同じ種類の攻撃を連続で与える、度に与えるダメージが大きくなっていく。2連続で1.2倍、3連続で1.5倍、4連続で2倍のダメージとなるが、途中に、 敵の行動や味方でも違う種類の攻撃が入ったり、するとコンボは途切れる。前作で初登場したテンションは本作にも盛り込まれているが、意図的なテンションアップは主人公の応援や武闘家などの一部スキルに限られるなど、発動条件が厳しくなった。A と異なり、序盤からスーパーハイテンションになれる。d s ヤレスプレイにより、 ゲストプレイヤーを招待して2人から4人までの協力プレイに対応する。協力プレイ中は従来のように隊列を組むのではなく一人一人が自由に動き回れる。各プレイヤーの行動は自由だが物語の進行に関わるような重要な宝箱はゲストプレイヤーが開くことはできない。モンスターと接触すると接触したプレイヤーのみが戦闘を開始し、 フィールドには戦闘中を表すシンボルが出現する。他のプレイヤーはこのシンボルに接触することにより、任意のタイミングで参戦することができる。なお、ホストプレイヤーは自身の戦闘中に他のゲストプレイヤーをワープさせ、瞬時に戦闘に参加させることができる。戦闘中はプレイヤーごとにコマンド選択を行い、全員の入力が終了してから戦闘結果が表示される。 コマンドを選んでいる間は、他の人のコマンドを選んでいる様子を見たり選んだ、コマンドを変更することができる。マルチプレイやすれ違い通信を多く行うと、立下の宿屋が発展する要素があるが、それ以外のゲーム要素は一人プレイのみでも特に不利になることはない。しかし、口日の地図により、一部のイベントが開放される、副作用も存在している。十字キーに代わって、タッチペンで、 キャラクターの移動、コマンド選択などが操作できる。2006年12月に公開された開発初期の画面ではタッチ操作で主人公などのキャラクターメイキングを行う様子があったが、完成版ではすべての操作がタッチを使っても使わなくても行えるようになっている。なお、ボタン操作は A ボタンが便利ボタン、X ボタンがコマンドボタンとなり DS 版、4、 よいと同様になっている。特定の住民に話しかける等をすることで、簡単なお使いやモンスターの退治といった内容のクエストを依頼されることがあり、その場で承諾することでクエストを受注できる。受注したクエストを遂行、達成することでご褒美が得られることがある。クエストは同時に8つまで受注が可能。制限時間は存在せず、ストーリーの進行時期によって受注できなくなるという、 こともないが、ストーリーを進行させていないと現れないクエストは存在する。クエストは基本的に物語の本筋とは関係の薄いサブイベントであるが、特にクリア後はストーリーに影響を与えるクエストも存在する。クエストの中には何度も同じクエストを受注できるものもあり、また同じ人物から異なるクエストを受注できる。 クエストをこなしていくことで新たなクエストを受注できる、などの発展性を持っている。ストーリークエストのほとんどは、ゲームクリア後が条件となっている。発売から2010年7月9日までの1年間、Nintendo Wi-Fi コネクションによる追加クエストの配信も毎週行われた。2009年7月17日と10月23日以降は一周ごとに一つずつ。 7月24日から10月16日までは一週ごとに2つのクエストが配信された。なお、Wi-Fi サービスが終了した現在では、追加クエストをダウンロード済みのプレイヤーとマルチプレイをする以外に、追加クエストを受信する方法はない。本作では冒険のショー、ソフト1枚につき1つしか保存できない。また、冒険のショーを作らずにニューゲームを始めることも不可能であり、 新たにニューゲームを開始する場合はそれまでの冒険の書を消して新たな冒険の書を作り直す必要がある。これはモンスターズシリーズなどではあったことだがナンバリング作品では初めてとなる。記録が一つしかない理由はセーブ中に DS 本体の電池切れで強制的に電源が切れるなどして冒険の書が壊れた場合に備え同一記録のバックアップを行っておりその際 DS カードに搭載されるフラッシュメモリの容量が限界であったとも言われている。なお、冒険の書が壊れていた場合は、冒険の書を復旧するかどうかの確認が行われ、はいを選ぶことで冒険の書の復旧作業を行うシステムになっている。この点は、開発者側も問題点と認識していたようで、クラブニンテンドーで行われたプレイ後アンケートでも、 このことの意見に関する項目が用意されていた。そのため、ゲーム中に選択肢を誤って、以前のセーブデータに逆戻りしたくなるような状況が極力発生しないように配慮されている。例えば、ストーリーでは、V の結婚イベントのように、選択肢によって物語の分岐が発生することは一切なく、前作と違って、スキルポイントの振り分けなども、 時間さえかければ何度でもやり直しが可能である。ただし、ストーリーの進行によっていけなくなる場所や、回収できなくなる宝箱は、ごくわずかだが存在する。従来と、同じく、冒険の書は、教会でお祈りをすることによって記録されるが、オンライン要素に接続する前にも、冒険の書への記録を必要とする。冒険の書とは別に、中断セーブ機能もある。 メニューが開ける場所ではいつでも中断の書を記録できるが、再開時にロードすると中断の書は破棄され、その時点から再びロードし直すことはできない。これはゲームボーイリメイク版の i、2、3と同様の仕様で DS 版、4、V、6とは異なっている。一度でも Wi-Fi コネクションの機能を使用したことがあれば、起動画面に冒険の書を送るという項目が追加され、 wifi を通じて冒険の書をスクウェアイニックスに送信すると ID が発行される。それを公式モバイルサイト、星空の仲間たちで利用すると自分の進行状況を他のユーザーと共有できる。ストーリー中盤から挑めるようになり、本編クリア後はこれを攻略することが主な要素となる。地図に示された場所を発見して入るダンジョンは自動生成マップだが、 地図を入手した時点でマップが生成されるため、入り直しても構造が変わることはない。地図内部のダンジョンは当初はマップが白紙であり、ダンジョンを踏破することで上画面にマップが書き込まれていく。一度クリアすれば、上画面に完成したマップが表示される。地図にはレベルが設定されており、ダンジョンの最下層にいるボスを倒すと、手に入る次の地図はより高レベルになる可能性がある。 レベルが上がると、宝の地図にしか出現しないモンスターが登場したり、入手困難なレアアイテムや装備品が、宝箱から入手できる、可能性が高くなる。さらに高レベルな地図に出現する、ボスモンスターは、クリア後のストーリーに関連するものもいる。なお宝の地図ダンジョン BGM は、3E のダンジョン BGM が使用されている。すれ違い通信で、 他のユーザーから宝の地図をもらうこともできる。オフラインでも地図は際限なく入手できるが、すれ違い通信によって高レベルであったり条件の良い地図を入手すればレベルアップの効率が良くなる。その反面、不正な改造によるとラブルも目立ち、後日の入手できないボスのマップを解放したり、改造によって未配信クエストを解放したプレイヤーとマルチプレイで遊ぶと、 改造を行っていない他のプレイヤーまで未配信クエストが解放されてしまう上にゲーム自体に影響を及ぼすものも存在しているため公式ホームページではこれらについて注意を呼びかけている宝の地図には非常に多くのパターンが存在し中には特定のモンスターのシンボルのみが登場するフロアがある地図が存在するこれらの中にはハグレメタルやメタルキング ゴールデンスライムなどの経験値やゴールドを稼げるモンスターのシンボルのみが出現する。逆に一切モンスターが出現しないフロアがある地図も存在する。また、宝の地図の青い宝箱から出現するアイテムには一定のランクが存在し、ランクが高い宝箱ほどよりレアなアイテムが登場する。これらの条件が良い地図はインターネットコミュニティ上では発見者の名前をとって マサユキの地図などの通称で呼ばれており、週刊誌等で報道されたり、インターネットオークションで地図のデータが入ったソフトが売買されるなど、社会現象になっている。スクウェアイニックスの社長、和田洋一もこれら有名な地図の存在については、認識している。また、一定の条件を満たすことで、竜王の地図、バラモスの地図を入手できる。これはダンジョンではなく、いきなり竜王。 バラモスとの戦闘になる。これらのボスは戦闘勝利後に経験値を与えるかどうかの選択ができ、戦闘を繰り返して経験値を与えていくことでレベルが上がっていく。そして一定レベル以上になるとドラゴンクエストシリーズの他の歴代ボスキャラクターが登場する地図を一定確率で落とすようになる。これによりさらなる歴代ボスキャラクターとの戦闘に挑むことが可能となる。 竜王の地図、バラモスの地図をはじめとした、歴代ボスキャラクターの地図も通常の宝の地図同様、すれ違い通信によって受け渡しが可能であり、竜王の地図、バラモスの地図を最初に手に入れていなくとも、歴代ボスキャラクターに挑むことも可能である。2009年9月11日より、アーケードゲーム、ドラゴンクエストモンスターバトルロード2との連動で、 新しい歴代ボスキャラクターの地図が配布された。上記の方法で地図を入手可能な歴代、ボスキャラクターは次の通り。これら地図の攻略には膨大な時間を費やすことができ、コンプリートを目指そうとすれば、ストーリー本編をしのぐ分量となる。杉山孝一が9制作の際に、新しいシリーズに入るから、序曲のアレンジを変えてくれと言われたと発言していることから、 9、X は何らかのシリーズに入っていると目されている。その後、X のバージョン1.3以降で展開されているストーリー、神話編では、X の世界が9の未来の世界であるとされ、グレーナルが魂の状態で登場している。また、クリスマスのイベントクエストでは、天長と呼ばれる筋肉質の男が、聖天の使いとして、天の箱舟に乗って登場している。 本作の主人公は天使の一人であり、主人公を含む天使たちの住む天使界と人間たちの住む世界が存在する。さらに、神の国の存在が序盤から示唆される。遊び要素として作中への現代文化の混入が見られる同シリーズであるが、本作はその傾向が強まり、多くの現代日本文化が混在する。ガナン帝国300年前、 世界を支配しようといくつもの地を滅ぼしてきた悪の帝国。魔帝国が何の異名を持つ。ドラゴンクエストシリーズでは初めての帝政国家。ストーリー上のボスキャラクター配信クエストのボスこれらのボスと戦闘する場合は、ストーリークエストを満たす必要がある。宝の地図のボス任天堂ン Wi-Fi コネクションにより、歴代ドラゴンクエストの登場人物とが、 立家の宿屋のスペシャルゲストとして登場する。話しかけると、誕生日、職業などの条件により、彼らの用紙を模した装備品やアイテムが3から5回もらえる。特定の職業で装備品がもらえる場合は、名前の右の、内に記述する。以下、配信された順にキャラクターを紹介する。本作発表以前のドラゴンクエストシリーズにおける他、プレイヤーとの通信要素は、 1998年のガイデン作品ドラゴンクエストモンスターズ・テリーのワンダーランドで初めて搭載され、その後のモンスターズシリーズの続編にも引き継がれている。一方、ナンバリングタイトルではリメイク作品であるゲームボーイ版3に搭載され、また通信要素ではないがセブンの移民の街システムでは他人のメモリーカードとのキャラクターの交換機能があった。しかしこれらは ゲーム本編の進行に関係のないおまけ要素としての採用であった。本作9はシリーズのナンバリングタイトルとしては初めて他プレイヤーとの通信要素のある作品となった。また、スクウェア・エニックスの和田洋一社長は、前作8発売以前の2004年3月時点で MMO などを含めたドラゴンクエストのオンラインゲーム化構想について視野に入れて、 多角的に考えたいと語っている。2006年12月12日に本作の制作発表会を行い、発売プラットフォームが DS のオンラインアクション RPG となることを発表。スマップの草薙剛らによるプレイアブル版のデモンストレーションが公開された。開発にあたって、ホリーユージは DS で発売されたドラゴンクエストモンスターズジョーカーでの手応えから、 ドラゴンクエストシリーズで初となるネットワークプレイの面白さをプレイヤーに味わってもらいたいという理由により本作の対応機種として手軽さ、難しい接続設定のないネットワーク性能で優れる DES を選んだと語ったこの時点ではオンラインを中心としたアクション RPG と表現しフィールドと戦闘がシームレスにつながる様子やアクションによる4人同時の戦闘、武器や 魔法の射程距離や発動時間の概念などをデモンストレーションで示し、そろそろ次世代のドラクエをオンライン専用にしようかとも考えた、一人でも楽しめ、物語性のあるゲームにしたいとして、新たな可能性を提示する本編作品と位置づけていた。2007年には戦闘形式が従来のドラゴンクエストシリーズと同じコマンド入力式になるとの発表が、 各種面で行われた。戦闘システムを従来のものに戻したことについて、ホリーはアクション式から従来のコマンド式に戻ったように見えるが、ナインにはアクション要素も残っているとコメントしている。2009年2月12日には重大な不具合発覚により、同年3月28日とされていた発売予定日が同年7月11日に急遽延期された。 延期発表と同日に行われた2008年12月期決算の会見で和田社長はデバッグが間に合わなかったことを率直に認めあまりに大量の深刻なバグが発生している状況でありとても製品版として出すことができる状態ではなく傲慢があったと反省の弁を口にした特にドラクエでは未知の分野である通信周りのバグに苦しめられていることを明らかにしたただし 一部報道では延期の理由を不具合ではなく、さらなる通信機能の充実のためと掲載した。なお同じ会見で、和田は、この延期により2008年度の計画が未達になったことから、松田陽介財務部長、本田圭司副社長、そして和田自身の3人の役員報酬の15%減額の方針を示した。上述の通り、本作の開発は、前作、 えとに引き続き、株式会社レベル5が担当している。杉山孝一作曲の音楽のデータ化は、セブン以降、リメイク版も含めて担当している、株式会社当世が引き続き担当しており、また、ドラゴンクエストシリーズでは、初採用となる、アニメーションムービーは有限会社、神風動画が担当している。主人公や、 仲間キャラクターの名前を決める際、おまかせの項目の中に、レートンが含まれていたり、仕草に謎解明が出てきたりする。また、メッセージウィンドウ内の漢字表記は、ナンバリングシリーズで唯一ルビ付き固定となっている。音楽は、杉山孝一が担当している。本作の楽曲制作は、エートの発売直後から始まっており、すべて完成するまでに4年余りの歳月を、費やしている。 基本的にゲーム中は DS の内蔵音源による音楽であるが、序曲内のみ、東京都公共楽団の演奏をストリーミング方式で再生する形をとっている。なお、杉山は本作での序曲の導入部分を4から8までで採用されていたものから変更し、新たなる除曲の導入部分を作った。その雛形はドラムロールとブラスのアンサンブルによるシンプルなものであり、 2007年8月9日に池袋で行われたファミリークラシックコンサートで公演されているが実際に使用されるものはこれとは異なり壮大な物語の始まりを連想させるような曲となっている音楽 CD はドラゴンクエスト9星空の守り人シンセサイザー版オリジナルサウンドトラック版として2009年8月5日に発売されたこの CD には 杉山自らの手によるシンセサイザー音源を収録されている。サントラの後書きによると、オーバーチュアーという楽譜ソフトを使用しているとのこと。ゲーム発売直後のファミリークラシックコンサートでは、公共組曲、ドラゴンクエスト9星空の守り人が演奏されており、この音源が収録された音楽 CD、公共組曲、 ドラゴンクエスト9星空の守り人が2010年2月10日に発売された。なお、サウンドトラックには宝の地図関連の BGM は全て未収録となっている。今回、錬金釜使用中と境界の BGM は、それぞれ A との錬金釜賛美歌に癒されて、船に乗っている時の BGM は4の改造を広げて宝の地図のダンジョンでは、 3E のダンジョンを流用している。本作の発表は2006年12月12日でスマップの草薙強をゲストに招くなど20周年記念として DQ 史上最大の発表会が行われた。この時すでに本作のサブタイトルを含めた正式タイトルとタイトルロゴも決定していた。発表当日からテレビ CM が放映され、 ニンテンドーの DS 関連の CM 同様、中井慎治がナレーションを担当した。当初はネットワーク接続を前提とし、戦闘システムも画面切り替えを排したアクション性の強い RPG として発表を行っており、このシステム下においてすでに完成度は高いと見受けられ、開発側も2007年度の発売を公約していた。この時、キャッチコピーは、 そして僕たちは天使と呼ばれていたが使われていた。しかし2007年5月には各雑誌上でこれまでに公開された画面写真とは異なる従来の DQ シリーズと同じコマンド式による戦闘システム画面写真を発表。2007年8月にはスクウェア,アイニックス側がさらなるクオリティアップのための期間が必要と判断し2008年度内の 発売予定に延期となった。その後、2008年10月9日から12日に開催された東京ゲームショー2008のドラゴンクエストスペシャルステージ上にてプロモーションビデオによる映像出展が行われ、数日後には TGS2008 で使用された PV を公開するティザーサイトが開設され、順次メディアによる情報公開が本格化した。 2008年12月10日のプレス向けの発表会において2009年3月28日発売予定であることと Wii 向けのゲームソフトとしてドラゴンクエスト X の開発がスタートしたことが発表された。2008年12月20日21日に行われたジャンプフェスタ2009では新たな PV の公開とともにシングル マルチの2種類の私有台によるプレイアブル出展が行われた。キャッチコピーにはみんな集まれ、この場所にが使用されている。しかし、発売を1ヶ月半後に控えた2009年2月12日、重大な不具合発覚とその修正期間確保を理由として、同年7月11日への発売延期が発表された。同年六月十六日に完成披露発表会を 開催、テレビ CM には、セブン、エイトに引き続き、スマップが出演した。また、同年9月6日からは、野間口徹ほ他が出演する家族向けや、杉本由美他が出演する学生向けの CM も、応援された。今までも述べたように、それまでのシリーズ作とは、内容の方針が大きく変更されたため、ファン内では発表当初から評価が分かれた。 2006年12月に本作の制作が発表された直後にファミツー .com で実施されたインターネットアンケートの結果では DS で発売される本作を歓迎するかどうかとの問いは歓迎できない46.0%歓迎する40.3%まだわからない8.5%どちらでもない5.2%という結果になった歓迎できないとした回答者は ドラクエは今まで通り末置きでプレイしたいという声、歓迎する回答者からはいつでもどこでもできるという声が上がった。発表後のアクション性の強いバトルを歓迎しますかという問いには歓迎したい19.4%、歓迎できない53.9%、どちらでもない6.8%、まだわからない19.9%となり、一番目立っていたのは、 がっくりしたという落胆した内容であった。また、同志の読者アンケートによる期待の新作ランキングでは、ファイナルファンタジー13と1位を争い、本作への期待の高さが伺えた。日本ゲーム大賞においては、ファンからの指示により、2007年、2008年と2年連続でフューチャー賞を受賞した。ヨドバシアキバですれ違い通信を行う、プレイヤー、週刊ファミ通の、 クロスレビューにおいて40点満点を獲得した。後に同志が行ったユーザーアンケートでも1300人の投票平均が10点満点中8.75点で不満点1位がゲームバランスとは直接関係ないセーブデータの数だったという高水準の評価を得ている。発売直後にはすれ違い通信のために観光スポットに DS を持ってくる人が多いと テレビ報道されたり、2009年8月からは、ヨドバシアキバの敷地内にすれ違い通信専用のコミュニティスペース、ルイーダの酒場が設置されるなど、都市部を中心にすれ違い通信が人気となった。また、地方でもバナナ FM のように、スタジオを貸したり、書店のブログなどですれ違い通信場所を提供をするところも出始めている。追加クエスト配信やすれ違い通信の効果で、 発売約1ヶ月後の中古品で回りは過去作の半分以下に抑えられた。2010年4月のファミツーアワード2009ではベストヒット大賞、MVP ゲームオブザイヤーの3冠を獲得する。そしてワイヤレス通信を通じて1億1757万7073人を超えたゲームソフトとしてギネスブックに認定された。2010年9月に行われた 東京ゲーム賞2010の日本ゲーム大賞にて9がベストセールス優秀賞を受賞した。この発売前後の評価変化に関しては、発売前及び直後に批判的意見を述べていたのは、従来のシリーズらしさを求めたコアユーザーヘビーユーザーが中心であり、発売後は上記のすれ違い通信などの新要素が、プレイヤー人口の大多数を占めるミドルユーザー。 カジュアルユーザーに広く受け入れられたため、高評価になったのだという分析が、各アナリスト見解などで出ている。株式市場においては、スクウェアイニックス社長が2006年12月の段階で、DS では開発費や開発期間が大幅に縮小される見込みとコメントしたことにより、過去最高益を出した前作をも上回る利益を期待し、同社の株価は発表後のストップ高となった。 また、6以来11年ぶりに、任天堂のゲーム機で、ドラクエのナンバリングタイトルが発表されたことで、任天堂の株価も高騰した。その一方で、2008年4から12月期決算の突然の発表延期は、本作の発売延期を示唆する要素と、相まって、スクウェア・エニックスの株価をストップ安に陥らせるなど、影響の大きさを物語る株価の動きを見せた。 なお、経済への直接的な影響ではないが、発売当日の7月11日と同月14日の日本経済新聞にも、本作品関連の記事が記載されるという、同紙においてはかなり異例の事態が起こった。これは、DS の新規ユーザー開拓によって、本作品は従来のゲームファン以外の関心も多く集めていたことを象徴しており、7月14日分ではかつて、 シリーズ初期の作品を遊んだ中高年層からの注目が大きかったと記載されていた。ありがとうございます。